風向きがこっち向き、魔法を張っといた方がいいのかな。そこ行って、あと向こうにももう一個島があったんで、何怖っ、なんかいるね。でもなんかほらほら、これ何、え、当たってきたけど分かれなんなん今の、なんか赤いのが見えますよ。また体力が増えるのかな。動物はいなさそう、うん、これ何か教えて気になるけどよし、ほらあの正面に見えるのがあれですよね、多分3つ鍵を集めてから行く場所ですよね、うん、形一緒だし、よし、棒と、ここは特に何もない島ですね、うん、これだけもらっていきましょう。ん、え、違うな、なんだ、体力上がるやつやと思ったら違ったな。どうしよう、槍を一回置いて、うん、こうね、ハンマーで採掘、何、レビアタンの心臓のジェム、力強く脈打つジェム、知識なき強さは野蛮なだけに過ぎないクモンの弓え、アイテムなそれ、あ、またアイテム増えた矢をチャージして中にいる動物に、追加ダメージを与えるエリアを作り出す。この弓から矢を放った場合はダメージが低下する。うん、作れるね。へえ、どっちがいいんだろうまあでもこれもう専属のアイテムって感じするんで作っちゃおうか。とりあえずロープを作って、うん、アイテム管理がほんまに、これを捨てるロープで、これか、はい、うん、よし、あ、なんかすごいかっこいいけどよし、とりあえず20、草を20と、まあ、棒は取れる限り取ったんで、もう一個島があるんでそっちちょっと行きましょうか。よし、いける、よし、はい、こっちの方だね。今は追い風だからこれで行ってくれそう。早いね。だいぶ近づいてきたけど、上陸はできんのかな。何があるんだ。いける？一応乗れそうだけど、ちょっとまあここでいいか、はい、あ、泳ぐのもすごいスタミナを使ってるから、スタミナ切れると溺れちゃうのかな俺てか何もなさそうじゃない、ここ、これはもう持てないし、外れ外れかもしれない。何もないんか。人では何もなかったもんな。あー、外れやな。あ、なんかあった。外れじゃなかった。よし。よかった。はい。体力、増える？うん。体力追加の祝福を受けました。お、増えました。体力よりもインベントリーだよね本当にいや、これだけか、うん、まあまあまあ一応でも着といてよかったです。
こんな感じになってますね。うん、まあ、途中で、あったからもうあと1個行って、もうじゃあチャプター2ね、終わらせてしまいましょう。イノシシがいますね。この辺止めよう。この辺で止めとこうか。よし。よし。イノシシまずやっとく。今食料はまだあるから。先に素材を集めようか。の前に荷物を置いとかないと。竹。これは多くでしょ。違う。槍も一本はいらんし、はい。ハンマー。ハンマーも言うたらいらんよね、今ね。皮。これもいい。まあ、こんだけ。いいかな。よし。竹集め。うん。よし。あとは、ちょっと手強い動物がいないか。だね。棒と。ああ、いた、また。うん、私はそれほどまでに安心したことはなかった。男が魚の最後の一切れを女に渡したとき、女の肌に食う。もう読めへんって。あれどうやって倒したんだっけ、さっき俺。あのクモンの弓使ってみる、うん、なんていうの、継続ダメージが与えられるでしょみたいな解説だったよね。よし、とりあえずここに乗って。段差に弱いよね多分この動物たちは。あとヘッドショット。おお、そういうことね。すぐ出るやん、でも。向かってくるんですけど。これ自分も食らう、もしかして。大丈夫。これ撃ちまくったらいいんちゃうの思ったけど。あー、食らった。危ねえ。ちょっと待って、この高さは食らう。危ない危ない危ない。よし。安全圏からやらないと。よし。あ、なんで落ちんのもう。ちょっと待って、ちょっと待って。危ない危ない危ない。弓構えてるときなんか勝手に歩くんだよね。食べるわ、とりあえず。厳しいぞ。どれだけ減らした？とりあえずちょっと上、鍵取ってこっか。これでまあ3つ目の鍵は OK ですね。うん。うん。聖なる教えは滅び、苦しみをかみしめる、内なる空気を埋めるために残された道は一つしかない。うん。ストーリーは全く分からへんね。何のためにこの主人公が冒険してるのか。危ない危ない、うん、分かんない。よし、この辺どこ行ったさっき。いや分からへんな。入っていた。うん、あでもだいぶ減ってんね。これでもどうなん、効果あんのこの。ああいうなんていうのかな、隙間に入ったらいいのかもしれないけど。チャージがすごい。効果ある？なんかおびき寄せられたりとかすればいいんですけど。向こう行っちゃったね、だいぶ。こっち取るか、いろいろ。瓶がいっぱいあるし。集めるって何？あ、ここにもあった。シャード。
いくつかの海のシャードの祝福を受けました。それだけ？よし。急に来たりするの。これまた新しいやつ？プラッ、あ、これ花か。まだちょっと使い方はわかんないね。よし。はい、海のシャード。どんどん集めていきますよ。こんだけか。ここにもなんかある。これ何？シャード。またなんかもう一本槍出てきそうやけど。あ、またなんか新しいの来た。万兵の魂のジェム。保護の光を浴びせるジェム。神の介入よりも力を持つ代用手段は存在しない。要塞の弓とか言って。もうそんな弓ばっかいらんわ。もうちょっとこのクモンの指は、弓はあんまり微妙じゃない。動きもあるもんね。ちょっと、レシピだけ見てみます。どちら？どこ？これか。この弓でチャージ射撃を行うと、プレイヤーがその中に立っている間はあらゆるダメージを吸収するエリアを発生させる。この弓から矢を放った場合は基礎ダメージが低下する。回復するってこと？あらゆるダメージを吸収するエリア回復するのかな。今ちょっと体力減ってるし、試しにやってみようか。ロープをまず1個作ります、そんないろんな、要塞の弓作りました、これね、買いました。でちょっと降りてチャージするよ。キラキラしてるね。こんだけ？どんだけチャージできるのこれ。こんでいいの？撃ちます。アクションを行う。こっちが矢を拾っただけ、今。分からへん。ちょっと待って。分からへん。また帰ってきたけど、あいつ、この高さはやられるんだよな。こっち乗りたいな。あ、落ちた。もう一段乗りたい。この辺でやりたいんだけど。あいつにちょっと撃ってみるよ。見えへん、見え。吸収してる？勝手に歩くからちょっとやめて。あ、ドレインってこと？あ、こっちの方がいいね。でもそう考えるとちょっとずつ減ってるんだったら、え、プレイヤーが近づいたら吸収できるってこと？あ、分からない。ちょっと来てくれ、ね、ダメージ減ってる。継続ダメージではないね。こいつを撃ってで戦ったらいいかな。ちょっと減ってるしな。よし、撃った。あ、倒しちゃったわ。でもいや、ちょっと近く寄ってみますよ。回復する感じではないね。まあいいか、食べるわ。よし、皮、肉、や、これね、まあいいですよ。まあ本当の目的はこれじゃないから。どうなんだろう。ちなみにその祖先の弓は作れたっけ？は作れないのか。あ、これはでもこっちにキーアイテムに入るからいいよね。アイテムスロット圧迫しないから、その点は助かりますね。よし、まあいいわ。ちょっと竹を頑張って集めて竹の船を作りましょう。これ取れへんの？え、これ竹じゃないの？取れた。よし。よし。
だけ12ですね。イノシシはいいか、帰りでいいか。よし、ちょっと竹の船を作りたいんだけど、一回これ解体せなあかんのちゃうかな。オールがいるでしょ多分、祖先の、うん、またそこに登るでしょ。あれなんかね、ボタンが出てこなくなったんだけど、オプション変えとっけ。チュートリアルオンだよね。なんだ、あ、出てきた。うん、分からへんかったけど、皮もらうでしょ。で、一回全部解体しますよ。こうか、解体で、資源も手に入るしね。押す、ん、ちょ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 、アクションを行う、違う、あ、解体する、こうか。よし。え、潜ってんのもしかして。解体するとき。よし、解体する、マスト、はい、一応で、あ、押しちゃった、間違えた、はい、解体する、船、よし、帰ってきたね、帰ってきたね、 OK。 ロープ持ってへんので、何がいるんだ、草、これをまず作りたいね。草のロープ 1,2,3 個作ってみようか、草のロープ。よし、 あるんか、落ちてるな、落ちてるやつ、ちょっと肉食べよう、うん、あ、傷んでた、傷んでた、うん、よし、ロープ、ロープ、ロープ、石はいいでしょ。で、はいはいはい、こう、これまずこれ作る、これイカダみたいな感じ、これも一応焦げるんだね、イカダになるんだ。で多分これに、これくっつけんのちゃうかなと思うんだけど、これ違う、あ、違うの、え、作れへんけど、もう違うんかな、え、これ作れへんね、これもうちょっと向こう押してみますよ、あ、つけれる、つけれる、こうだ、よしよし、やっぱりそうでした、おお、びっくりした。これでは進めないよね、でもね、だからもう一個いると思うんだけど、形的にクラフト、ちょっと向きとかが分かんないんだけど、いけたいけた、こう、こうだね、作って、よし、違う違う、え、ほうほう、お、でかくなってきた、でかくなってきた、うん、で、マストは、マストはこれでいいかな、マストは作りますよ、そしたら、よしよしよし、そのできるたびになんかビクってなんだ、やめてし、草の、あ、草でも一応できたんだろうね多分ね、マスト、あ、竹のマストも作れたんだ、んな竹のマストにしようか、もったいないね、解体、ヤシの葉が3つ取ってきましょう、よし、ヤシの葉あるよね、竹のマストいきますね、よし、すごい、どんどん強化されていく、うん。で、あとはもうこっちは大丈夫そうだね、これで構造的には、うん。で、アクセサリーが、焚き火がつけたいし、焚き火は石が2ついるなと、魚、あ、え、お、魚取れる、やった。たまった。
たまに今来たから着いたんだけど、いいじゃないですか。すぐに焼けるように皮を剥いで内臓を取ったオーシャントラウト、生のままで食べてもか、うん、いいじゃないですか。石に行こう、うん、油油油ちょっと待って、まず焚き火だ。焚き火はどこ、 1,2 いっぱい置ける場所ない、1,2 ここも置ける、どうした方がいい、ここ1個だけか、1,2,3 4つ、こっちは置けんの、無理か、4つぐらい置けそうだね。ここに置こう、1個、うん、ついた、絶対燃えそうやけどで、魚焼くか、あ、間違えたな、あれつけたらよかった、うん、しまったはいか、あとオプションとしては焚き火じゃなくて何がいる、竹の籠と、でも竹ないからね、スパイク、これつけたいね、魚釣りに、で袋、これも欲しいね、竹だなやっぱり、まあ、とりあえず今これ作っとこう、うん、アイテム入れられるし、よし、あともう一個乗せられる、この辺も乗せられる、ここ一個だけか、一個だけか、な、三つか、全部で装備としては後つきそうな感じじゃないもんね、ここももう一個乗りそうだけど、全然乗りそうだけどね、じゃあ出発しますよ、うん、いける、すごいね、大きくなったな、急に安定するんちゃう、だいぶ行っちゃいましょう、ただでもその通りにくくはなったかも、細いところ、こっち方を張って、うん、まあ、スピードはあんま変わらんのね、よし、なこの辺から上陸しときますか、よし、いい、よし、降りよう、あーちょっと流されるよ、流されるよ、え、ちょっと降りて、え、ちょっと待って止まるよね、大丈夫だよね、で、お肉はまあいいか、とりあえずも行ってしまうか、よし、これ形は一緒なんだよな、疲れてる、ちょっと肉食べとこう、よし、はい、アクションを行う、うん、うん、おっとまたここに来てしまった、次は2枚目、うん、なんだろうね。あ、なんか魚の骨を今度は叩いてますよ。うん、で、うん、またお、なんかオウムガイ口の中から出てきてない？魂みたいな感じなんでしょうかね。どうなんだろう。2枚目ですね、果たしてストーリーがちゃんとつながってるのか、第2の後悔フンドだったっけ、うん、怒ってるんだね、前は拒絶だったよね、まあうん、まあ行くしかないんでしょうけど、はい、よいしょ、トリュフはもういいか、はい、進みます、あ、ちゃんと風もあるね、今は砲を張っておきます、うん、傾きが、また何が出てくるのかな、次、
ごっつくなったからね。礼儀だ。こうオウムガイに導かれて、なんかこれでも進みにくいよ。風向きが決まってるから。向かう方向とね、風向きがあるんで。まあ、いけるか。あ、風変わるね、ここ。ややこしいな。ゆっくり行きたいね。いける？あれで終わりですか？うん、横風だからちょっと。張っていきます。よし。よしよ。はい。なんとか、たどり着きました。燃えてた？お前。ストップして、ストップして、ストップして。あぶね。激突するやん、そんな。はい。お供えする。今木の腕。はい。塩、時の塩は、今木の血を貪欲に奪ったが、今木は何本もの腕でしっかりと血を押さえ、潮目が変わるのを待った。アイテムスロットのポケットの数が少し増え、死亡時にポケットのアイテムを失う。あ、これはいいかもしれないね。もう一個が、アイカの棘。はい。武器で動物を攻撃すると出血を引き起こさせ、徐々にダメージを与える。うん、アイカが力強い鍵、うん。こっちでしょ、うん。スロット増えるっていうんだったら。うん、手に入れます。でも、これ2個同時とか無理なのかな、思ったけど、どっちかだけ。これで、あ、もう1個だけだね、うん、1箇所につき1個だけアイテムが手に入ると。これどうなんだろう、弓と選ぶ形になるのかな、ちょっと見てみますよ。あー、選ぶ形だね。うん、決して壊れない祖先の弓。どうしよう。うーん、まあ、今2本持ってるしな。こっちにしとこうか。あれ？選ぶ。キャンセルせなあかんってこと？こっち。はい。じゃあこれで行ってみます、今度。これで、増えた。あ、2個増えた。あ、これ、だいぶでも違うね。これだけでも。うん、よし、これに行きましょう。弓はまあもったいないけど。弓はだからなくなって、これが、まあ、2本あるからな。なんとかなるか。よし。で、押して、まあ、立派な船になったもんですけど、ただよいしょ、すごい竹の存在感がすごい、うん、もうちょっと上手に乗れるようになってほしい、うん、よし、でいける。砲を張ってこっちか。よし、いざチャプター3にね、行きましょう。よし、はい、チャプター3、戦争。なんか見える周り。地人はそこ、あ、そこに島がある。まあ例のごとく、じゃあ一番近い島までちょっととりあえず行っちゃいますよ。砲を張った方がいい。進まないな。こうか。これで、まあ、最初に上陸したところで1個その鍵を手に入れて、で、まあ、それを目印に、まあ、次の島にね、行ける感じだね。ちょっと泊まりたいんだけど、急に泊まるときどうしたらいいんだろうね。よし、はい、泊まって OK。 よし、うん、ゴアホーン、あんまり変わり映えはしないね。まあいいか。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回またね、この続きからやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。